辻しおんのラジオ夢中や。皆さんこんばんは、辻しおんです。イエイ、いかがお過ごしですか。今夜も始まりました、辻しおんのラジオ夢中や。ねえねえ、今日さ第10夜目じゃない？違う、9夜目、10夜目ですよね。うわー、皆さんこのラジオも10夜目を迎えました。おめでたいですね。まあ、緊急事態宣言が解けて結構お仕事も始まって忙しいなって方も多いと思うんですけど、みんなのおかげで10夜を迎えることができました。ふーふーふー。さあ今日からですね、メッセージが送ってくださって、で放送中に採用された方にはこうラジオ裏側を1個収めた写真をですねお送りしますという企画を始めているので、まあ今日からそういうのもね楽しみにしながらお付き合いいただけたらいいなと思います。一応まあね、このラジオは期間限定っていうことに一応っていうかなってるので、7月18日までの放送になってるんですけど、まあ、それまでにね1回ぐらい生放送もしたいなとも思ってるんで、皆さんぜひぜひ、忙しいとは思いますけどもね、なるべくリアルタイムで聞いてチャットにも参加してもらえたら嬉しいです。そう、そうです、そう、そうです。今日も、リアルタイムで聞いてもらえるとチャットにも参加してもらえます。 iPhone とかからは、アプリかな、 YouTube アプリだったら参加できるそうです。ということで今日も皆さん最後までお付き合いください。みんなを夢中にさせるラジオ夢中よ。少しだけここにいさせて、全て散ってしまう前に、苦しいほどの真夏の空にこの恋を打ち上げたくて、人を好きになるってすごいこと、
もうすぐ夏が来てしまいますね。お送りした曲は辻しおんで花火が上がったらでした。みんなで曲を作ろう。はい、新企画スタートしています。先週お話ししたんですけど、このラジオ夢中夜のテーマソングをリスナーの皆さんと私と一緒に手と手を取り合って、なんか一つの美味しいお弁当を作ろうみたいなコーナーではあるんですけども、まあ先週ですね、募集したのが単語をくださいということだったんですね。テーマがラジオ夢中夜と、ステイホーム、これから連想させる単語をみんなが送ってくれたら、そこから私がその単語を織り交ぜつつ歌詞と曲を作るよっていう話でした。早速ですね、皆さんから単語結構なんかいいのが来ていて、あ、なんか情緒的な曲ができそうだなって思ってるんですけど、ラジオネームペンペンさん、みんなで曲を作ろうのコーナーへの投稿です。おうち、ふさぎがち、あの声、元気が出る。おー、もうなんかこの4つだけでいいよね。なんかこうお家で塞ぎ込んでたら、どこかしらからあの声が聞こえてなんかこのリズムのやつってお笑いでありませんでしたっけ、なんか今日は生きる気がするみたいなあれなんでしたっけ、その名前忘れちゃったんですけど、今日はなんか生きる気がするっていう感じのリズムに似てた今あー面白い。まあね、でもこういう感じで私はライブの時とかも結構即興ソングをこうお客さんに単語を何でもいいから教えてくださいって言って、そっからこう作っていくんですけど、なんか今みたいな感じでこうなんかなんていうの、映像が浮かぶ最後の方はもうミュージカルみたいな感じでみんなで踊り出すそういうなんか曲が浮かびましたけどね。はい、もう一つ行きましょうか。ラジオネーム、これは黒川さんちの花ちゃんさん、しおんさんと辻友さんで作り上げる新曲、とてもワクワクします。できた曲を聴くたびに、ここのフレーズって私のってドキドキしながら聴いちゃいますよね。確かにね、そうだよね。単語は離れていてもいつもそばに、会えない時間、明けない夜はない、こんな時代だから。あとはなんかダジャレも書いてますね。3食食べても満たされない。3食食べても満たされないね。でもさ、これステイホームあるあるじゃん。私も本当になんか満腹中枢がいかれたの帰宅期間中に。だからそういうのもねリアルですよね。ラジオネーム、ようあらさん、はい、ありがとうございます。言葉と言葉の紡ぎを楽しみにしています。単語は自宅から挑戦、発信、言葉よっていいね。なんか中島みゆきさんの曲にやりそうね。中島みゆきさんの曲のサビで言葉よとか言ってありそうですけどね。メッセージ、フットワークが軽い方だと拝見していましたが、動き出した後での苦労との付き合い、前向きな姿勢に好感を持っています。嬉しい。作品すべてで温かさやおもてなしの気遣いを感じていました。気づくと夢中夜が毎週の楽しみになっています。しおんのさんのおかげでステイホーム期間も楽しかったと思います。ありがとうございます。皆さん聞きましたか、このメッセージ。泣いちゃうわ、もう。ありがとう、ありがとう褒められて嬉しかったです。ありがとうございます。ラジオネーム、けん玉マニアさん、連想する単語は夜に一人、みんな集合、みんなでつながる、どうでしょうか、よろしくお願いします。あー、夜に一人、みんな集合、みんなでつながる、これあれだね、なんかちょっとほろ酔いと通じる、私の曲にほろ酔いっていうのがあるんですけど、それと通じるものを今なんか読んでて感じた。ほろ酔いはなんかこうみんなとほろ酔いしてたんだけど、私は一人で家に帰るっていうパターンだったんですけど、逆パターンで行くっていうのはどうですか。なんかこう家で一人でいたんだけど、こういざネットを開いてリモートでみんなと会話をして、そこからほろ酔いぐらいじゃ忘れら、ほろ酔いぐらいで忘れられる私の悩み、ほろ酔いぐらいで忘れられる私の悩みえー、いやもう一生やってられるこの遊び。ラジオネーム、浮きまふさん、歌詞に雨上がりとかどうでしょうか。
雨上がりって私の曲のランナウェイで雨上がりの道っていうのありましたけどね。ラジオネームこれは書いてないんですけど、お月様を歌詞に入れてみたいです。お月様、お月様を外に出ては見上げられないけど、今は部屋の中でこう月を見上げながら、なんかいつかあの月の中でみんなとライブしたいよとか月の中でライブしたことないけどなんかそういうのとかね、いいですよね。ラジオネーム、青さん、夢中夜で曲を作るというのをすごく楽しみにしています。私が入れてほしい歌詞は悩みです。実は最近自分の人生についてすごく悩んでしまって、これで良いのかな、自分には違う道があるんじゃないのかなと、ずっと続けていたものをやめようかと結構ギリギリのラインまで悩んでいました。結局悩み事は解決し、やめずに続けようと思えたのですが、悩んだからこそ一皮むけた気がします。きっと自粛のせいで普段なら考えないことまで悩んでしまったんだと思いますが、せっかくなので歌詞に入れてもらえると嬉しいです、ということ。確かにね、自粛期間中ってさ、もうなんか結構、まあ、良くも悪くもないですけど、自分と向き合うことがすごく多い時間ではありましたよね。だからなんかその自分と向き合っている、なんか Bメロとかで自分と向き合う歌詞っていうのは結構必要かもしれないですね。あとね、曲調を悩むね、こう歌詞はさ、結構もう自粛期間って結構考えたり悩んだりしてたから、歌詞はいっぱい出てきそうなんですけど、なんかどういう、ラジオ夢中夜の一応テーマソングだから、でもなんかただただ明るいんじゃなくて、ちょっと夢中夜だから、ちょっと神秘的な夜っていう感じの曲調にもしたいなとか思ったりしています。はい、皆さん歌詞の案をね、ありがとうございます。まだまだあの募集中なんで、どうしようかな、来週とか再来週で一回歌詞のは締め切ろうかなと思うので、ぜひあの早い段階でね、送ってください。皆さんのアイデアが歌詞の中に入るかもしれませんよ。メールアドレスはむちゅうやラジオ @gmail.com、 muchuya ラジオ @gmail.com、 ラジオネームも忘れずに送ってね。はぁ、誰かいいシンガーソングライターいないかな。そんな時は辻しおん .net。 はぁ、なんかいい YouTube ないかな。そんな時は辻しおん .net。 辻しおんで検索するのめんどくさいな。そんな時は辻しおん .net で検索してね。いや、辻しおんで検索するより長いじゃん。辻しおんの公式ホームページ。辻しおんのラジオ夢中夜。デタラメ全力プレゼン。はい、このコーナーはですね、リスナーの皆さんからいただいたお題を、私が語彙力をたくさん使って30秒でプレゼンするというコーナーではあるんですけど、今日はちょっとだけ趣向を変えたいと思います。というのも、自粛期間中に、まあね、今は緊急事態宣言が解除になりましたが、自粛期間中についた癖としてお菓子を食べるようにすごくなってしまった、お菓子が大好きになってしまったということで、これは大問題だと、責任を取ってくださいと、どうしてくれるんだということになっているので、今回は目の前に今もお菓子があります。で、そのお菓子を私が30秒間でプレゼンするので、何のお菓子なのかというのをみんなが想像しながら聞いてもらいたいと思います。これこそ今まで以上に語彙力が試されるんじゃないでしょうか。私の30秒間のプレゼンを聞いて、一体何のお菓子をプレゼンしているのか、ちょっと考えてもらいたいなと思います。一つ目はですね、ちょっと、目の前にある、あー、いいね、好きだね。じゃあ早速行きましょうか。皆さんもこの30秒間で何のお菓子か当ててくださいね。スタート。いやー、ちくわぶの
ミニバージョンかと思った。こうなんか見た目もそうだし、ここの穴からこう未来を覗くとなんかこう輝かしい未来が見えるね。でさ、未来を覗いた後にそれをパクッとかじるじゃん。そうするとなんかもう高級店のケーキかのような食感と、あの甘みが広がり、こうなんか自分がね、あのね、セレブのね、デヴィ夫人とかのね、娘なんじゃないかな、孫なんじゃないかなって思える味です。我ながらこんなに言葉がどんどん出てくるなんて思わなかった。ちょっと才能を感じた。やっぱり本当に自分が好きなものっていうのは言葉が溢れて止まらないですよ。皆さん分かりましたか？正解言おうかな。もうすでにいい？もう自分の頭の中で決めた？ファイナルアンサー？正解いきますよ。正解はバームロールです。これなんかね、あんまり言葉を聞いたらもしかしたらピンとこない人も多いかもしれないんですけど、パッケージ多分検索してもらえたら、あ、これなんかスーパーとかで見たことあるって思えるぐらい、多分すっごい昔からあるやつ。今の私のあ、ブルボンさんだね。今の私のプレゼンはもうデヴィ夫人のところが出てきた時に、うわ天才かもって思った。デヴィ夫人さんのこう食卓のテーブルに絶対並んでるんですよ、このお菓子は。それぐらいのなんかパッケージの高級さが漂っていますね。はい、ということでもう一個いきましょうかね。これも今目の前にあるんですけど、まあ、なんか方向性としては結構同じような味でもまあ違うので、これもちょっと今から30秒でプレゼンします。何のお菓子なのか当ててみてください。いくよ、スタート。丸すぎ。こんな丸いものをこの世で見たこと、月かこれかってぐらいなんですけど、まあ、月は黄色いけど、これはなんかダークネスな色ですよね。で、ちょっとに食感はね、サクッといって、そのままこう歯が中に沈んでいって、低反発の枕が反発しないぐらいのこう柔らかさと、なんかしっとり感で甘い、すごい甘い、なんか中にも栗が入ってる。これはちょっと難しかった。なんかちょっと伝えきれ、なんか不完全燃焼な感じはしましたね。もっとさ、この食べて中に白いクリームが入ってとか言えばよかったのに。これはちょっと難しかったんじゃないでしょうか。分かった方いますか？正解はチョコパイです。いや、喋ってる間にエンゼルパイってさ、中にこうマシュマロが入ってるじゃないですか。で、これチョコパイの場合は生クリームみたいなやつなんですよ。で、この違いを説明しようっていうのがよぎったんだけど、30秒でそれを伝えるのはね、難しかった。これ結構なんか頭の練習になるかも。聞いてるみんなも多分想像してちょっとなるんじゃないですか。だからね、あの次もちょっとお菓子についてやりたいので、まだまだお菓子の話をしたいから、ぜひリスナーの皆さんにおすすめのお菓子、プレゼンしてほしいお菓子縛りでちょっと次は行きたいなと思うので、ぜひぜひ。なんかね、スーパーで手に入るんだけどちょっと変わったお菓子とかの方がいいかもしれない。だからもし思い浮かんだら、皆さんぜひぜひメッセージ送ってください。待ってるよ。辻しおんからどうでもいい電話がかかってくるコーナー、もしもし辻しおん。あ、もしもし。あ、また寝てた。うわごめん。なんかあれだね、私が電話するときいつも寝てるね。いや、もうすぐさ、あの辻しおんさんのドラマリモートガールっていうのがこう最終回を迎えるらしくって、昨日もうわもう少しで終わっちゃうのと思ってすごい泣いてたんだけど、まあね、でもあの辻監督っていうのはまた新しい新番組なんかも構想してるらしくて、それがまた制作が辻テレビらしいのよ。いいよね辻テレビ。きっかけは辻テレビ。集中力がない、やる気が起きない、こんなんじゃやばい。集中力に時間も持たない、同じことは飽きてしまう。集中力、集中をしなさい。集中力、
集中が足りない、集中力、またスマホ見てんの、集中力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 。日曜劇場リモートガールは明日23時からこの辻しおん YouTube で放送です。皆さんぜひ見てください。チャンネル登録よろしくね。さてラジオ夢中やお別れの時間が来てしまいました。今日も聞いてくれた皆さん本当にありがとう。北海道とかから沖縄まで、あとはもう最近は違う国からも毎週聞いてくれてる方たちが結構いるみたいで、なんか YouTube の可能性を感じています。ありがとう。まずお知らせです。辻しおんの初めてのライブ DVD 夢中博が今発売中です。まだライブがねできない現状なので、これを家で見て湧いてください。そして私の未発表音源をタクロクでアコースティックで収めたミニアルバムおうちの王国がホームページ限定で発売中です。驚くほど全て手作りをコンセプトにしたおにぎりアルバムです。ぜひ。そしてご注文してくれた皆様もありがとう。来週いっぱいにはみんなの元にお届けできるかと思うので、もう少々お待ちください。まあね、さあ環境の変化がね今はたくさんあると思うので、体がついていかなかったりあると思うし、私も結構正直体調を崩していますよ。まあね、逆転生活なんかもでもさ、こう考えようによってはなんか海外旅行帰りじゃないですか。こう例えばこっちが朝の時は向こうアメリカとかだと夜でしょ。だからうわエア旅行帰りだ、時差ボケだ、かっこいいみたいな感じでね考えて、はい、みんなで生きていきましょう。それではですね、来週も土曜日この時間10時に会いましょう。皆さん素敵な週末を。また明日、また来週。バイバイ。君のところそれは僕に似ているとこで、誰の中にも見つけられる、だから何にでもなれるんだよ。ぶつかって失って傷つけたものさえ取り出して抱きしめて。